3年早い、いや5年早いと言われながら、会長の確固たる方針で高橋尚人は19歳にして日本タイトルマッチのリングに立ったのであった。行います。日本バンタム級チャンピオンの今里、4度目の防衛戦になります。10戦10勝負けなし、楽しみですね、この試合はね。いやもう本当です ね、はい、これはもう黙って見てた方がいいんじゃないですか。はい、そうしましょうか、立ち上げて。さあ第1ラウンドゴングが鳴りました。白いトランクスがチャンピオンの今里、そしてノーコンのトランクスに縦のラインが入っております。これが挑戦者の高橋尚人、19歳、身長は今里が167センチ、高橋が168センチ、ほとんど変わりません。キャリアが31戦ある今里、一方の高橋の方は10戦です。キャリアの点では今里が大きく上回っております。4度目の防衛戦、今里はどちらかというとこうガードをしっかり上げない、なんというか変則的なボクサーなんですが。そうですね、非常にあの勘のボクシングやりますよね。はい、はい、勘がいいですよね、はい、ですからそのガードが下がったところをね、はい、再三ちょっと受けましてね、何度かダウンはしてますけれども ね、 そうですね、まあ、よくあの試合前に今度のチャレンジャーはちょっと手ごわいぞということを聞くと、今里はぐっと締めて練習するんですが、ちょっと油断しますとこのガードが下がって気を抜いた試合をして負けるというようなケースもあります。従いまして9敗という中には油断して負けたというのもいくつかあるようです。今里22勝9敗という戦績です。今日が32戦目。今里いい左ですね、はい、やはりあのリーチがあるんですからね、ええ、こういった左を使ってですね、高橋君はね、はい、攻めた方がいいんじゃないですかね。高橋も落ち着いてますね、立ち上がりね。この左が、ね、安倍会長はこの左をじっくり見てくれということをおっしゃってましたが、この左がいいようです。濱田さん、立ち上がり両選手いかがですか、はい、表情は。はい、お互いにいいと思います。はい、それぞれ落ち着いてますか。はい、チャンピオンの今里、左を出しましたが届きません。ノートンのトランクスの高橋尚人、安倍会長は、とにかく打ち合いになってしまえば今里の壺にはまってしまうようなもんですから、打ち合いにはなかなか行きませんよという手の内を明かしてくれました。右のボディ、ボディフック、ノーガードでどんどん打っていきます。チャンピオンの今里、白いトランクス、画面の左側、白いトランクスがチャンピオンの今里光雄、東亜ファイティング所属。今のトランクス、今度は左に変わります。高橋尚人、阿部ジム、19歳です。今日が11戦目。しかしね、よく冷静に見てますよね、はい、高橋君ね、こんなに落ち着いて試合ができるもんなんですかね。本当ですね、大したもんですね。いや驚きますね、はい、ですからよく見えるんですよね、パンチがね、チャンピオンのね。はあ、それとやっぱりチャンピオンちょっと振りが大きいですよね。そうですね、もう少し不遠投とかね、はい、見当たったぞ、ティーラが10対8とつけました、はい、10対8、高橋尚人のラウンドでやります。1日10キロの散歩と、それから大きな声を出すこと、これが健康の秘訣だそうですけどね。まあ、やはり安倍ジムに伺いますと、大きなその会長の声がジム全体にビンビン響き渡っているという、それでムードを作り出しているというのが安倍ジム。新鋭の高橋尚人、その安倍会長に育てられまして、今日は初のタイトル挑戦でやります。今のところ放送席の採点、小林博さんの採点では、今里を圧倒しております。チャンピオンを圧倒している高橋尚人、このね、今チャンピオン見てますとね、はい、不遠投とかそういったものはちょっとないですね。相手をおびき出すとかね、はい、打つぞっていうのは態度見せてですね、
決めるとかね、はい、ただいきなりしまいますからパンチが大きくなっちゃうんですね。あ、単純すぎるわけですね、そういうことですね。それであのよく高橋が、ね、見てますからね、はい、外されちゃうんですね、左ジャブからの右ストレート、そして左フックも練習していました高橋直人。ああ、ミナパー、ミナパー、ミナパー、右ストレート、ミナパーから右ストレート。さあどうするか、この後どうするか、チャレンジャーの高橋、今で取れ、末田チャンピオンピンチ、チャンピオン、おー、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウンでやります。チャンピオンの今田と8カウントを引きました。さあこの後フィニッシュはどうするか、高橋直人、アッパーからストレート、なかなかいいコントを見せた高橋。さあフィニッシュまで持っていけるか、第5ラウンド、まだ時間はたっぷりある。チャンピオンも、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも必死だ。白いトランクスの今里、新チャンピオン誕生なるか。さあどうする、高橋直人、トミー、チャンピオンも、チャンピオンも返しますが、疲れてきたか、チャンピオン疲れたか、まだ時間は十分にあります。高橋のいいパンチだ、いい感動ですね。チャンピオンがちょっと手が出なくなった、手が出なくなった、手が出なくなったぞ。ワンツースリー、チャンピオンも返す、チャンピオンも返す、左に当たりました、高橋の左がヒットしています。あっと、顎に当たった、顎に当たった、左に顎を捉えた、左右も捉えた、左右も捉えた、ロープを崩した、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ。さあどうする、高橋だ、高橋だ、高橋だ、ダウン、ダウン、左のダウンです。思わず尻から落ちました、今里。全戦全勝で新チャンピオン誕生です。高橋直人、高橋直人新チャンピオン、戦後42代目の新チャンピオンです。安倍ジムとしてはバンタムでは2人目のチャンピオン、その高木英吾さんが今祝福に駆けつきました。高橋直人が見事に今里を下しました。76歳の安倍幸四郎会長、自分も元ボクサーではあったけれども、自分の果たせなかった夢をこの高橋に託しているんですという安倍会長であります。これまで安倍ジムでは昭和42年に、日本バンタム級の第22代のチャンピオンとして高木英吾を送り出しました。そして昭和46年には東洋バンタム級チャンピオン、金沢和義を送り出しておりますが、安倍会長としてはまだ世界へ、羽ばたいたという選手を送り出してはおりません。そういった意味でこの高橋への期待を非常に大きく抱いております安倍幸四郎会長です。一方の今里光雄はファイティング原田さんが初めて作り上げた、自らの手で作り上げた日本チャンピオンでありました。昭和58年の4月磯上周一、新東ジムの磯上に勝ちまして、初めてタイトルを取りました左側の今里、4度防衛を果たした後5度目の防衛戦に失敗をいたしましたが、再度挑戦を果たしまして、おととしの5月にグリーン津田の杉本浩一を破りまして返り咲いております。果たして今日2度目の返り咲きなるか、3度目のタイトル獲得なるか、25歳の今里光雄対しまして19歳の高橋。こう見てますとね、はい、リングが上がるのが楽しくてしょうがないという感じですね。高橋がチャンピオンで、はい、芦田さん、はい、チャンピオンコーナーですかね、はい、今井さん、安倍会長によりますと立ち上がりはまずまずだと、うん、で1ラウンド戻ってきてインターバルには左をもっと使っていけと、左を使って距離を取っていけ、これからですということを話してました。そうですか。とにかく安倍会長は左です。そして今日は膝と足をどういう風に使うか、もうこれにつきますねということを試合前に言っておりました。その左をよく伸ばしていきます。芦田さん、はい、青コーナーの今里陣営です。原田会長はここまで見てまあまあであると、今里はリラックスしていると、はい、そして体をもっと動かして左を出して、そして右のボディ、うん、ボディのところを特に大きな声で言いました。ボディですね。そして顎を引くこと、こういう注意を与えました。右側に左、おーっと左、アッパー気味のフックが当たりました。この試合最初のダウン、第2ラウンド波乱が起こるか。まだ1分あります。第2ラウンドまだ1分あります。あっとまた左に行きました。さあここで今里が冷静さを取り戻すことができるかどうか。左、まず左、今里の陣営の作戦としてはボディから攻め上げて相手の動きを、おっと右、右でショート、今里打ち返した。ちょっと足が触れていたのは今里、
橋見ている。イナッパ。今里が距離を詰める。インファイトの戦法は得意です。今里。ようやく落ち着いたか。残り20秒を切る。ラインラウンド。一回ダウンを奪われました。今のトランクスが今里。激しい試合だ。ショートフック、さあ立ち上がれるか、立ち上がれますか。コーナーを見ました、他コーナーを見ています、相手のコーナーを見ました今里。さあ試合再開、ダウン、いや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 、試合、第2ラウンドが終了いたしました。このラウンド10対8、10対8と高橋がまたもこのラウンドをものにしております。第2ラウンドはこの接近戦でのショートのフック、はい、これがものを言いましたね。いいですね、右のアッパーが出ます。はい、浜田さんどうですか、はい、このそうですね、高橋よく見てますね、今里君 の、 あのガードも下がったところよく見てると思います。あ、そうですか、はい、もともと今里は小林さん、この左のガードをね、そうですね、下げてしまうというね、ボクシングスタイルなんですよね、はい、そうですね、なかなかこれは治りませんね、はい、まあ、今回この試合に備えましてやはり左を上げてディフェンスをするということも十分練習はしたんでありますが、やはりどうしても左のジャブが出にくいということもありまして、自然に下がっちゃうんじゃないですかということを本人は言っておりました。今日の試合前非常にリラックスしていたのは、今里の方であったんですが、試合展開としましては全く逆になりました。余裕を持って試合に臨んでおります高橋。小林さん、それと高橋 の、 あの状態の柔らかさですね。いいですね、あの上に元がね、打球非常に柔らかいですね、はい、今里は前回の試合でおー左前回右さらに右青コーナーに追い込んだ。さあノーガードか、今里左のガードは下がっている。ドラマチックな KO 劇でありました。また一人世界に大きく羽ばたく高橋尚人の姿を